赤パンに来、赤パンの KO 劇場をご覧あれ、下向き黒三角第10試合バンタム級ワ1マッチ 61kg イカキックルール粒子、ち吉木丸、台風の中沖縄からご苦労さんでした。また沖縄に KO でキスので皆さんもチェックしてください。下向き黒三角第9試合ライト級トーナメント準決勝 71kg イカキックルール山本隆弘、全部ひっくり返します。 ユラ必ず優勝します。下向き黒三角第8試合ライト級トーナメント準決勝 71kg 以下キックルールなお、圧倒して勝つ、立つ、残酷なまでに徹底的にやる、下向き黒三角第6試合ミドル級ワンマッチ 82kg 以下キックルール。日券君、くしゃくしゃにする、超10人日期ブルー20倍海応券、正規の一戦。 必ず勝つ。下向き黒三角第五試合ミドルワ1マッチ 83kg イカキックルール章や、バチバチに殴り合う、溝口雄二忙しいのにめんどくさい絡みしてきやがって。下向き黒三角第四試合バンタムワ1マッチ 61kg イカキックルール西垣隆氏。下馬表を覆して必ず勝つ。サイノゾング、殴り合いをする気はねえ一方的にボコボコにしてやるよ。 下向き黒三角第三試合バンタム Q1 マッチ 61kg 以下キックルール徳田博終始めめしいクソガキを黙らせる。しぞ像、行きずり男当日お前を引きずり回してやるよ。下向き黒三角第二試合フライ Q1 マッチ 55kg 以下キックルール野田葵。プロと素人の差を見せる。直樹喧嘩自慢の強さを見せて必ず勝つ。下向き黒三角第一試合無差別 Q1 マッチキックルール騒む。 根性を見せてフライ級戦線に乗ります。七瀬真由切り、仲間や支えてくれた人や同じ境遇の人の思いを背負って戦います。家電産、気さんに恩返しの剣叩き込みます。吉人、気持ちと勇気を持って、ヒーローのように立ち向かう。売りた順子、お前らヒーローになるんだろ過去を塗り替えてみろ、木屋悪魔王子、ゴッドモードオン。